こんにちは、アンソニーのカメラ雑談へようこそ。はい、ちょっと久しぶりですけれども、さすがに今回はやらずにはいられません。パナソニックが GH5 を正式に発表しました。ほぼほぼ噂通りのスペックではあるんですけれども、ようやく、細かいところまで含めて詳細なスペックが発表されたということです。お値段がボディのみで約2000ドルっていうことで、日本円で23万円ぐらいですね。私が GH4 を購入したのが約16万円でしたから、結構な値上がりのようには感じますけれども、 GH4 を2年半使ってきた立場で言わせてもらうと、それでもこの23万円っていう価格は、本当にこんなに安くていいのっていうぐらいですね。スペックを考えると、もちろん相対的にっていう話ではあるんですけれども、まあ、私はちょっと懐事情があって、発売日に購入することは難しいかもしれませんが、まず間違いなく買うとは思いますので、今日はね、ホームページとか噂サイトとかを見ながら、どういうカメラなのかっていうのを、皆さんと一緒に見ていけたらいいなと思っております。でそれから、今日時点で調べた限りで、日本の主要なメディアにはまだ載ってないような細かいところで、でも重要なところがいくつかありますので、そういったところもご紹介していきたいと思います。はい、こちらはパナソニック UK のホームページです。もうすでにいろんな情報が書かれてあります。まずは外観を見ていきたいと思うんですけれども、はい、こちら正面ですけれども、GH4 との相違点としてはここですね。ここにボタンが1個追加されてます。これはプレビューをしたり、それからファンクションキーとして使えるそうですね。で次、はい、斜めから見たところで、デザイン的にはですね、GH4 との違いはこの辺がちょっと角張ってるんですよね。 GH4 の方はもう少し丸みがあるんですけれども、この辺りは G7 あたりから出てきたイメージを踏襲しているなというところです。背面です。撮影者から見ると一番身近な部分ですけれども、ここで GH4 との違いはここですね。ジョイスティックが新たに加わりました。でこれがですね、私 GH4 今まで使ってて、このジョイスティックの使い道が今一つピンとこないんですね。あの前ダイヤル、後ろダイヤルで、ここにもダイヤルや十字ボタンがあって、で大抵のことはできますし、オートフォーカスポイントを選ぶのもタッチパネルでできますからね。このジョグダイヤルをどういうふうに活用するのかっていうのは、これから、いろんな人の動画とかを見て研究したいと思っています。次、はい、これはバリアングルを開いたところですね。まあ、これはあんまり違いはないですね。はい、これは上から見たところですね。ここでの変更点は、まずここ、ここに 6K フォトのマークがついてますね。でそれから、この辺りがね、ちょっと広くなったような気がします。全体的にこのグリップ部分がほんのちょっと大きくなったかなという気がしますね。この辺りのボタンがちょっと押しやすくなりそうな気もします。左側面です。ここには大きな変更点があります。まず下の方に、これは USB-C 端子ですね。で、これがちょっと調べた限りでわからなかったんですが、そのデータの連携をする以外に、給電もできるのか、はたまた充電もできるのか、そのあたりがちょっとわかんないんですよ。もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。そして、HDMI 端子が、フルサイズになりました。従来はマイクロ HDMI だったんですね。でこれは使った人であればわかると思うんですけれども、従来のマイクロ HDMI っていうのは、撮影中にいつ抜けるんじゃないかとすんごくヒヤヒヤするんですよ。でそれがこの、フルサイズになったので、よりがっしりと、差し込めて、抜けにくくなると思います。でさらに、この HDMI を挿した状態でそれを保持するためのホルダーも標準で、ついています。これは非常にありがたいですね。あとはヘッドフォン端子とマイク入力端子ですね。ここは従来通りです。次、はい、今度右側面ですね。ここも大きな変更点です。SD カードを2枚
させるようになりました。デュアルスロットということですね。これの使い方はいくつかあって、まずはリレーレッグってのがあって、スロット1とスロット2がありますが、例えば、まずスロット1に撮影したデータをどんどん放り込んでいって、スロット1がいっぱいになったら自動的にスロット2を使うようになるっていうリレーモードですね。次にバックアップレッグっていうのがあって、スロット1とスロット2の両方にデータを保存するということで、どちらか片方が万一ダメになったとしてももう1枚バックアップが残っているという状態です。最後にアロケーションレッグっていうのがありまして、まあ写真とか動画とかいろんなファイルがあると思いますけれども、例えばここで言うとスロット1には JPEG、RAW、4K フォトのデータを保存する、でスロット2にはビデオの動画のファイルを保存するっていうような、それぞれ何をどっちに保存するっていうのを指定しておくことができるというモードです。これは私実際今まで使ってみて、一つの SD カードの中に動画ファイルと静止画ファイルが混ざっている時にはですね、動画はファイナルカットプロ10に、静止画はライトルームに取り込むっていうことをやってるんですけれども、このアロケーションレッグっていうのがあるとですね、非常にファイル管理がしやすくなりそうだなというふうに思っています。はい、このように360度自分で回すことのできるモードもありますね。バリアングルを開いたり閉じたり開いたりとかね、できますし、これはレンズをズーミングさせた状態が見えますね。あ、このレンズ結構伸びるんですね。はい、で今までで見てなかったことで言うと、底面を見てなかったですね。これを見るとこの三脚穴が、レンズの後軸とそれからファインダーをつないだ一直線のところにありますね。でこれはあと GH4 も同じですけれども、ここにバッテリーの蓋があるんですが、三脚に乗っけた状態でもバッテリー交換ができるというのが GH4 のメリットの一つだと思いますね。これね、実際に使ってみるとこれが非常にありがたいんですよ。で戻りまして、まあ、基本的なところですけれども、20.3 メガピクセルということで、約2000万画素になりましたね。結構これはスペックアップだと思います。で、ビーナスエンジンも当然強力なものになってますね。はい、デュアル IS2 です。5軸手ブレ補正ということで、私正直言って GH5 にボディ内手ブレ補正が乗るとは、予想してなかったんですけれども、いい意味で期待を裏切られました。ボディ内で5軸、さらに、パワー OIS の対応のレンズであれば、2軸で、補正をするということで、ここに書いてる通り、5ストップスローワーシャッターって書いてますね。5段分の、手ブレ補正効果があるということですね。ただしこれは、さっきも言ったように、デュアル IS2 に対応したレンズじゃないとダメということなんですけれども、それでも、対応してない社外品のレンズであるとか、それからアダプターをかまして、古いオールドレンズなんかでもこのボディ内手ブレ補正が効くようなので、それは非常に楽しみだなと思います。まあ、とはいえこれは今後サンプルが出てみないと何とも言えないんですが、まあ、オリンパスほどの手ブレ補正はないんじゃないかなというふうには予想してますけどね。でもある程度の補正ができるだけでも僕は十分です。別に歩きながら撮ったりするわけじゃないですからね。はい、動画ですね。ワールドファースト 4K60p と書いてますが、世界初の 4K60p 動画が撮れるということで、これはもうサンプル動画たくさん出てますけれども、さすがにですね、すごいですよ。私は 4K モニター持ってませんけれども、それでもその精細感とか滑らかさっていうのはすごいわかるので、これはもう実際に使ってみるのが本当に楽しみです。でこれまた世界初なんですけれども、4対2対2の10ビットインターナルレコーディングということですね。で、従来は、この4対2対2の10ビットっていうのはアサシンとか忍者とかそういう外部レコーダーにしか、収録することができなかったんですが、この GH5 では、このカメラの中に挿した SD カードに直接保存することができるということで、これは非常に
まあ、SD カードも大容量のものが必要にはなるんでしょうけれども、これはもう非常に使いやすい、このカメラ1台でこと足りるというのが大きなメリットですよね。オートフォーカスのお話ですね、パナソニックは DFD デプスフロムデフォーカスっていう技術を歌ってますけれども、これがさらに高速に速くなったということで、 480fps のスピードで被写体を捉えるということなんですが、まあ、これは実際使ってみないと何ともわからないので、まあまあこれはいいでしょう。次、これも大きな特徴ですよね。 6K または 4K バーストショットが撮れるということです。まあ、4K フォトっていうのはだいぶ身近にはなってきた気はしますけれども、今回 6K フォトで撮れるということです。これは、1秒間で30コマの、写真を連続で撮って、その中の1コマを好きに選んでですね、1800万画素で保存することができるというものなんですね。ですから、もう本当にスポーツとか動体を撮るにはもう素晴らしく活躍できるものだと思います。それから、6K の時は30フレームなんですけれども、 4K だと今度は60フレームで、より、高速に、撮ることができるということですね。まあ、問題はこの 4K また 6K フォトをやってる時のオートフォーカスの食いつきですよね。これも実際に使ってみないとどうだかわからないと思います。はい、防塵防滴の話ですね。まあ、これは GH4 も防塵防滴ではあったんですが、今回さらに、マイナス10度っていう、氷点下でも使えますよというのが新たに加わってますね。それからこのおそらくキットレンズで出る 12mm から 60mm、 このレンズも、まあ、正直ちょっと安っぽく見えるんですけど、これも防塵防滴に対応しているっていうのは一つのニュースだと思います。ファインダーですね、368万ドットの大きな OLED ビューファインダーということですね。まあ、私はファインダーを除いて撮影することはあまりないんですが、まあ、今後写真も撮るようになるとすれば、まあ、ファインダーの出来がいいに越したことはないですからね。まあ、これはありがたいなと思います。次行きましょう。はい、サイズ感ですね。